WBC のいびつな収益構造で太り続ける MLB と選手会。しかも有力選手は出し渋る矛盾した体質。主催の MLB 選手会が収益の約7割を持っていく。2013年大会を前にした11年7月、労働組合の日本プロ野球選手会は臨時大会を開き、WBC への参加は様々な条件が改善されな限り不参加と決めました。満場一致であったから不満が非常に高いとわかります。せめてスポンサー権とライセンス権ぐらい自国代表へ。スポンサー収入の過半は日本代表と推測されており、アメリカの会社が日本を応援するスポンサー権利から発生するお金まで譲り渡されるのはどう考えてもおかしいというわけです。大谷選手やダルビッシュ保選手を模したキャラクター人形が爆発的に売れても収益はアメリカへ入ります。23年大会のグローバルスポンサー4社はすべて日本企業。開催地、アメリカ有利な第1ラウンドの工夫などなど。とはいえアメリカのアメリカによるという構図は大きく変わっていません。収益配分 66% が動いていないのに加えて、だったらドリームチームぐらい送り込んでくれよ。野球が8年北京大会以降オリンピックの種目から外された理由の一つは最高レベルの選手を集めている MLB が極めて非協力的であった点です。文句は電通に言えよ。23年大会のグローバルスポンサー4社はすべて日本企業。相変わらず日本が財布。驚いたのはそこな。初期の大会だけじゃなくて第5回まで来てまだ日本企業頼みなのかよ。じゃあ何のために弱々しい金満中国を5大会出場させてるんやろ。日本有利な日程組んで何言ってんだ？グローバルスポンサー全4社が日本だからそりゃそうなるかもな。優勝しなくてもアメリカに 66% の利益分配はひどい。ワールドカップは還元していたけど WBC は国代表単位に還元するのだろうか？極端にはしょってるな。なぜ読売新聞が主催なのか。日本から収金するだけの大会です。日本の収益も上納するんだろう？アホらしい。結局、読売と電通をどうにかどけないと抗議もできない。FIFA の欧州資本に吸い取られるサッカー。MLB の米国資本に吸い取られる野球。IOC 含めて構図は同じ。まあメジャーリーグにとってははした金だけどな。アメリカは野球の普及に熱心じゃなかったツケがこれから出るだろうが。というか収益自体が少ないんだな。仕方ないけども、前から MLB の小遣い稼ぎって言わてるよな。収益の3分の2を MLB が持っていくのはおかしいって。WBC を日本プロ野球選手会がボイコットしようとして NPB もそれに同調したことがある。